第69回秦野市駅伝競争大会が行われ、31チームが熱い走りを見せました。この駅伝は市内の各地区に加え、企業やクラブチームなどが参加。カルチャーパーク前から北小学校と北中学校の間までを周回するコースで、全 27.6km を6人でたすきをつなぎます。レースは1区と2区を連続区間賞で先行した南地区を西神 A チームが3区で逆転する展開に。南地区は5区も区間賞で追い上げを見せますが、その背中は遠く、西神 A チームが2位に2分以上の差をつけ、昨年に続いて優勝しました。トップでもらったので、もうあとは笑顔でゴールするだけだと思って、もうチームがつないできたのたすきの分、しっかり笑顔でゴールできてよかったです。